健康応援元気だね。この番組は皆さんの元気と健康を応援します。おいしく食べていつも元気に過ごしてます。離乳食も始まってるので、たくさん食べれるメニューを考えるのが楽しいです。元気だね。私はですね、ランニングを、健康の秘訣としています。家からここまで、15キロぐらい、あとここから、さなぎ神社まで行って帰ろうかなと思っていますかね。元気だね。続いては元気のワンポイントアドバイス。トヨタ地域医療センターリハビリテーションセンターの木村です。今日は多くの方が悩まされている腰痛に対して手軽にできる予防体操を紹介します。ぜひ一緒に取り組んでみましょう。ではこれからこれだけ体操のやり方を始めます。まずつま先をまっすぐ平行にして肩幅よりも少し開きます。手のひらを腰の上の方に当ててですね、その時手の右手と左手はなるべく近づけてください。このまま膝を伸ばしてかかとを浮かせないようにつま先重心のままですね、手のひらを押しながら腰を前に反らします。この時息を吐きながら胸を大きく開き、この状態で3秒から5秒を止めます。腰に違和感や不快感を感じたらぜひ2回ぐらい行ってください。元気だね。それではもう一度、皆さんの元気の秘訣を教えてください。階段を走って上がり下りすることです。運動をやって家に帰ってご飯を食べたりなんかするとご飯が美味しいです。元気だね。毎日が楽しいと考えることです。周りの人と積極的に喋ろうとか、もっと頑張ってみようとか感じます。元気だね。みんなで笑うと楽しいです。みんなで遊んだり笑ったりすると楽しくなります。みんなで笑うと楽しい気分です。自転車で遊んで楽しかったです。友達と笑ったり遊んだりするときが一番楽しいです。元気だね。皆さんの元気な花咲かせてください。